おはようございます。カメラマンの佐山由里です。皆さんご無沙汰しています。私は震災をきっかけにこの五島列島福江島、日本の最西端ですね、そしてこの小さな半泊村に移住してきました。ここ五島列島はもちろん海はもちろん自然が豊かで、そして食べ物にとても恵まれています。魚介、お肉、お米、野菜、何でもあって、食料自給率多分 200% いってるんじゃないかなと思います。かつて12万人いたこの島ですけれども、今では人口が4万人、もしコロナが収束して一旦動けるようになったら、ぜひ一度遊びにいらしてください。